今日は11月22日いい夫婦の日ということで、なんと西野美紀さんが結婚しました。おめでとう。いや、泣いた、ちょっと泣いたんだけど、嬉しくてね、いろいろあって泣いたんだけど、ねえ、本当にめでたい、幸せですね。とってもいいニュースですが、私、知らなかったんですけど、ひどい。だってひどいんですよ、みきちゃん。全くっていうか、お付き合いされてたのは知ってて、どこまで行ったらいいかわかんないんですけど、そう、お会いしたこともあって、実は二人に。そう、だからツイッターで知って結婚したこと、もうびっくりしちゃったよ。だってでも結婚いつでもいつしてもいいみたいな感じだったから、でもなんか、ま、そんなすぐ結婚する感じではなかったから、で最近会えてなかったし、本当にびっくりした。いや、まあどのくらい付き合ってたとかはね、多分本人たちから慣れ初めとかあるんでしょうし、ちょっとあんまり詳細は伏せさせていただきますけれども、いや、相手にびっくり、私も最初はとってもびっくりして、お付き合いする前からみきちゃんから相談というか、いろいろお話聞いてたので、そう、なんか嬉しいね、本当に嬉しくて。確かに YouTube の企画みたいだよね。だって2年前にさ、なんかドッキリでやってたんでしょ、もしお付き合いしてる方が山本さんだったらどうしようみたいな。だからそれが現実になったの、すごくない？鳥肌立っちゃって、私結構なんか人の結婚報告でも、みーちゃんはあの YouTube 見て泣いたんですけど、結婚報告を見て泣いたのは確かみーちゃんとみきちゃん2人目ぐらい。なんかすごく心がほっこり温かくなりました。おめでとうございます。結婚式楽しそう。確かに結婚式は呼んでくれるって言ってた。やった。こんなになんか近い友達が結婚マジで初めてだしさ、なんなら一番友達で、何だって年何歳、23歳でしょ。すごい、23歳で結婚、とっくの通り越した。23なんて、あれだけ年の差離れてるとどっちからアプローチしたのかすごく興味深い。ねえ、もう知ってますとか言って。いや、ねえ、私の口から言うのは違うのでね、もうすっごい言いたいんですけど、ペロペロちょっと何も言えないんですけど、本当に素敵なんですよ、お二人お似合いで。なんか年の差あってもさ、なんかそんな風に見えないというか、本当に素敵な二人なので。それな、慣れ初め知ってんのに結婚の報告なかったの。はい、そうですが、まあまあいいのです。いや、何が決め手だったの、私が知るか。知るか、私も今知ったんじゃ。みきちゃんの結婚式泣くよ絶対。あんな、だって赤ちゃんだったんだよ。だって出会った時何歳だった、いつも泣き虫で泣いてさ、あんな赤ちゃんみたいだって、みきちゃんが結婚ですよ。ちょっと感慨深すぎて、本当にすごい。山本圭一さん優しい人だから。いや、優しいですよ、本当に優しいです。なんかもう仏のような。仏のような素敵な二人ですよ、本当に。あやなんちゃんも幸せそうって、なんかすごい幸せな気持ちになりました。今日、切り抜きをご覧のあなた、私のオンライン話し会に来てね、お願いします。